水産庁、水産庁、水産庁、英語、フィッシャースエージェンシーは、日本の農林水産省の外局、水産資源の適切な保存及び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに、漁業者の福祉の増進を図る公任務とする、農林水産省設置法第37条。水産庁は、農林水産省設置法、 農林水産省法第23条に基づき、農林水産省に置かれている外局である。農林水産省法第23条及び第36条から第41条第4章第4節を頂点に、政令の農林水産省組織令第2章第2節省令の農林水産省組織規則第2章第3節が重層的にその任務。 所証事務及び組織を規定している。任務は、水産資源の適切な保存及び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに、漁業者の福祉の増進を図ることである、農林水産省法37条。この任務のため、水産資源の確保や、水産物の安定供給、漁港整備など漁業に関係する、事項全般を管轄する。 1948年国家行政組織法及び農林省設置法により農林省1978年農林水産省へ解消水産局を廃止して設置された中央省庁等改革基本法などにより2001年度初日をもって9つの水産庁研究所酒マス資源管理センター及び水産大学校が独立行政法人として水産庁 施設等機関から分離した。その際、旧水産庁研究所は統合され、独立行政法人水産総合研究センターとなった。水産庁長官を長とし、内部部局として漁政部、尻部、増殖推進部、漁港漁場整備部の四部、審議会等として、水産政策審議会、特別の機関として、広域漁業調整委員会、 地方支分部局として6つの漁業調整事務所を置いている。広域漁業調整委員会は、漁業法の規定に従い、管轄海域ごとに、太平洋広域漁業調整委員会、日本海、九州西広域漁業調整委員会及び、瀬戸内海広域漁業調整委員会の3委員会がある。漁業調整事務所には、北海道、仙台、新潟、境港、 瀬戸内及び九州の六事務所がある漁業調整事務所では漁業取締船とチャーターした民間航空機を駆使して密漁を警戒しており独自に逮捕や捜索などの強制捜査を行っている日本海などで外国漁船による違法漁業が増えていることに対応して上記の地方組織や部助間の連携を強化するため2018年1月には長官を 本部長とする水産庁漁業取締本部を設置した。長官には農林水産省採用のキャリア事務官が就任していたが、2017年7月、長谷成人が生え抜き議官として初めて長官に就任した。農林水産省法第30条に定められた任務を達成するため、水産庁は農林水産省法第4条に列挙された同省の 所掌事務経営83号中、漁業と海洋に関連する、計32号分の事務を所掌する、第38条。主な所掌事務には、漁業の経営改善、金融税制、加工、流通、保険、共済、海洋生物資源の保存、管理、漁業指導、監督、漁業に関する国際協定、協力、水産試験研究、栽培漁業、 漁場保全及び漁港、漁場、海岸の整備、災害復旧に関することなどが挙げられる。水産庁の内部機構は、基本的には、法律の農林水産省設置法、政令の農林水産省組織令が、省令の農林水産省組織規則が、順に、階層的に規定している。沖縄県に関しては、内閣府の沖縄総合事務局農林水産部が、所管している。 農林水産省が主管する独立行政法人のうち水産庁所管は2017年4月1日現在水産研究教育機構である水産研究教育機構は2001年度初日獲得法の個別法により水産庁から分離され独行政法人化された水産総合研究センター水産大学校をお呼び避け マス資源管理センターが順次統合されたもので、まず2006年4月に避け、マス資源管理センターが水産総合研究センターに統合し、さらに2016年4月、水産総合研究センターと水産大学校を統合して、水産研究、教育機構としたものである。また、北方領土問題対策協会を内閣府と共感している。 農林水産省が主管する特殊法人。特別の法律により設立される民間法人、特別民間法人、認可法人、地方共同法人及び特別の法律により設立される法人で水産庁が主管するものはない。2018年度、平成30年度一般会計における当初予算、歳出は1388億2902万8000円である。 従前は、漁船再保険及び、漁業共済保険特別会計を所管していたが、平成26年度より、食料安定供給特別会計の漁船再保険、勘定及び、漁業共済保険勘定となっている。一般職の在職者数は2018年7月1日現在で852人、うち女性112人である。職員の人事労務管理を司るかは、 漁政部漁政課、農林水産省の一般職職員は非現業の国家公務員なので、労働基本権のうち葬儀権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国交法の規定する職員団体を結成し、もしくは結成せず、またはこれに加入し、もしくは加入しないことができる。 国交法第108条の2第3項。水産庁では、全農林労働組合の支部である、全農林労働組合東京地方本部、水産本庁分会が活動している。水産資源調査、海洋環境調査などの基礎的研究を行う、漁業調査船、日本周辺水域などで、日本漁船、外国漁船の指導、 取締りを行う漁業取締り船を保有、運用している。資源絶滅が懸念される巻き網漁を行う団体に、天下りポストがあると言われ資源管理が徹底していない。国際会議でマグロとカツオの資源管理が矛盾している。外交関係を傷つけると外務省が批判している。当雑誌の報道がある。水産庁の幹部は以下の通りである。楽しくご覧になりましたら、 朗読と良いです。クリックしてください。